今週発売された週刊文春の特集記事が注目を集めています。これまでの報道とは一線を画した切り口で、同志の独自性と鋭いジャーナリズム精神が際立つ内容となっています。新聞やテレビが発表する公式情報に依存する傾向が根強い中で、週刊文春のような週刊誌が扱う報道は、時として既存の枠組みを打破し、 多くの読者に強い影響を与える力を持っています。その背景には、国内メディアに長く存在する、皇室関連の報道への抑制的な姿勢が潜んでいます。この傾向は、皇室タブーとも呼ばれ、議論や批判を慎重に避ける風潮が続いてきた結果、重要な情報が公になる機会が制限される原因ともなっています。皇室タブー、 が最も強く現れるのは、上皇や上皇后、そして秋篠の宮家に関連する話題です。これらに関する取り扱いには特に高い壁があり、国内メディアの多くは避ける傾向にあります。例えば、映画監督の森達也氏が3月に発表した小説では、上皇夫妻を主人公に据えましたが、出版までには幾多の困難が伴いました。複数の出版社から拒否された末に、 ようやく出版にこぎつけたものの、メディアで取り上げられる機会はほとんどありませんでした。このような背景は、聞くタブーとして象徴的な例とされる一方で、他にも多くの報道タブーが存在する現実を浮き彫りにしています。そうした中で、週刊文春と週刊新潮は相次いで、このタブーに挑む記事を発表しました。特に週刊文春、 は8月20号号にて夏特特大大と名打ち大胆な特集を展開しましまたこの中で、秋篠宮家の長男である悠仁様についてブレた記事が大きな話題となっています。筑波大付属で明らかになった成績の実態、と題されたこの記事では、悠仁様が通う筑波大学付属高校での学業成績に焦点を当て、その内容が衝撃的であったと報じられています。 この報道は、将来的な進路、特に東京大学進学を目指す上で重大な影響を与える可能性が指摘されています。筑波大学附属高校の関係者によれば、久人様の成績について、異例の状況、と表現され、そのニュアンスが必ずしもポジティブではないことが案に示されています。特に、 お茶の水女子大学附属中学校という偏差値50代の学校から偏差値72を誇る超新学校に進学したことが成績低迷の一因とされていますこのような環境の激変に伴う適応の難しさや周囲からの注目が成績に影響を及ぼした可能性が示唆されておりこれはある意味で当然の結果とも考えられるでしょう筑波大学附属高校における異例の成績 という記述からは、悠仁さまが校内でかなり低い位置にいる可能性が伺えます。行動では表現を控えているものの、実際には学業成績がかなり厳しい状況にあると想像されます。さらに、悠仁さまが定型校進学制度を活用し、試験を経ずに進学したことを考慮すれば、他の生徒と同等の条件で競争するのが難しい背景も推測されます。 筑波大学附属高校は全国的に見ても学力の高い生徒が集まる学校であり、その水準の高さは広く認知されています。しかし、そうした環境の中でも、久人様の学業成績が特に低いとされる現状は、周囲から非常に厳しい、投票されるに値する状況であると言えるでしょう。これらの情報の正確性は確認できないものの、 少なくとも久人様が学業で大きな苦戦を強いられているという見方が有力です。週刊文春が異例の成績という表現を採用したことで、この件はより注目を集めることになりました。この報道は皇室教育のあり方への疑問を新たに提起し、多くの人々の関心を引いています。一方、ノンフィクション作家の保坂正康氏は、 後続が受験勉強を必須とされない立場にあることを指摘しつつも、悠仁さまの教育方針が一貫性を欠いているとの懸念を表明しています。同時期に、週刊新潮も特集を組み、悠仁さまの東大進学に関する話題を取り上げました。この記事では、学校推薦型選抜制度が導入されてから9年間、 久人様の進学を見据えて計画が進められてきた可能性が示唆されています。また、匿名のジャーナリストによれば、久人様は小学生の頃から推薦入試を念頭に置いた準備を進めてきたとされています。東京大学の入試制度について、過去の募集要項を比較検証したところ、約10年間にわたり大きな変化が見られないことが明らかになりました。2010年代においても、 センター試験で8割以上の得点が必要とされており、この高水準の基準が現在も維持されていると考えられます。この一貫性が示すように、東大は伝統的な評価基準を重視する姿勢を崩していません。しかし、最近の特定の動きが注目を集めており、それが久人新能の進学計画と結びついているのではないかという声が上がっています。 久人親王が渋谷教育学園渋谷中学高等学校、通称、渋渋の文化祭に頻繁に足を運んでいたという情報は、彼が早い段階から東京大学進学を念頭に置いていた可能性を示唆しています。渋渋は東大推薦入試で実績を持つ進学校として知られており、同校との関係が新能の進路に影響を与えたのではないかとの見方があります。 さらに、新王がまだ幼少期の頃から、彼を東大に送り込む計画が練られていた可能性もあり、その計画が東大の推薦入試制度の形で具現化されたのではないかとの憶測が広がっています。週刊誌の報道によれば、東大の推薦入試制度は、計画的、もしくは目的を持った改定だったのではないかとされています。この仮説が事実であれば、 秋市の三宅が持つ社会的影響力の大きさを改めて実感させるものです。一例として、紀子比がかつてお茶の水女子大学付属中学校を教学化しようと試みたという話も挙げられます。このような背景を考えると、筑波大学付属高校で設けられた定型校進学制度もまた、新能の進学を視野に入れた措置だったのではないかとの見方も一部で強まっています。 東京大学は長年、一般入試という形式を重んじてきました。そのため、栄養入試の導入には違和感を覚える人々が少なくありません。多様性を重視するための改革と説明されていますが、実際には特定の人物を東大に進学させることを目的としていたのではないかとの推測が飛び交っています。こうした制度変更が新能の進学と関連しているとすれば、 それは非常にセンセーショナルな事態であり、多くの人々の疑念を呼び起こすでしょう。また、寄付金やコネクションによって特別な入試枠が設定される、寄付金ジャンプという噂も浮上しています。もしも東京大学が久人新郎を推薦入試で迎え入れることになれば、これまで築き上げてきた東大の名声に傷がつきかねません。一方で、 新王が未来の天皇として東大に進学すること自体に象徴的な意味があるという意見も見られます。しかし、その背後に隠された動機がもし意図的な支持率回復や見分けの影響力を示すためのものであれば、それは天皇制そのものの信頼性に関わる問題となる可能性があります。最新の報道によると、 久仁親王の学業成績が特に生物以外の教科で思うように伸びていないことが指摘されています。共通テストで8割以上のスコアが求められる現状において、理系文系を問わず成績の停滞が見られるとのこと、その記事の言い回しには慎重な配慮が感じられるものの、成績の不振が明らかになれば、進学先に関する議論がさらに加熱する可能性があると言われています。 共通テストで高得点を取るのは簡単ではなく、その壁が新脳にとっても現実の課題となっています。このような内容を伝えた週刊誌の記事は、社会的関心の高さを証明するように大きな反響を呼び、多くの人にシェアされています。この記事の急速な広まりは、久人親王の進路や成績の真相を知りたいという多くの人々の思いを映し出しています。セロンの関心は、 H 親王が東大に推薦される可能性をめぐって一層強まっており、署名活動など具体的な動きも展開されています。東大 OB を中心に、推薦反対の声を形にする運動が行われ、その署名数は日に日に増加しているようです。これに対し、一部では東大が推薦を受け入れた場合の信頼性への懸念が語られています。 東大が真に優秀な学生を公平に受け入れるべきだという声や、コネクションによる不公平が疑われることへの失望が広がっています。東大が国立大学としての役割を果たせるかどうか、多くの人々がその動向を中止しています。さらに過去には、他の皇族が進学先で直面した様々なエピソードも広く語られています。例えば、特別支援学級への提案を断られた結果、 久人信王が学習院への入学を見送らざるを得なかったとされる話や、他の大学が推薦を受け入れなかった事例が注目されています。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。